皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。捜査局チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、終わってたと思ってたことが終わってなかったという話なんですけれども、まあ何かと言いますとですね、はい、こちらですね、はい、はい、ペヤング焼きそば、速乾極激辛一味プラスというものがまあ最近出たわけなんですけど、まあ極激辛って去年ファイナルで終わってんじゃないのというふうにまあ思ってたわけなんですけど、でまあ自分はツイッターのこの丸カフェ職員さんの、ね、アカウントをフォローしてるんで、まあこうなんか新製品が出るってなると、まあ大抵そのタイムラインですね、こう出てくるわけですけど、今回全然こいつについては全く知らなかった。でまあ、ちょっとね、乗り遅れた感じになるんですけれど、まあ、極激辛で一味プラスって何ぞっていう話なんですけど、まあまあ、極激辛シリーズ、まあ、激辛シリーズはですね、もう見るからに毒々しいソースですね、あれになんかこう味が足されてるのかなという感じはするわけですけれども、まあ去年のやつで最強だと思ってたやつが、まあ、これも結構やばい感じらしいので、まあ、食わぬわけにはいかないということで、まあ、これが本当に最後になるかどうかは分かりませんが、またこいつに、挑戦していきたいと思います。はい、というわけで今回の極激辛一味プラスなんですけど、すでに火薬の時点でこの唐辛子の輪切りがドーンと入ってるわけですね。なのでこの時点でこう刺激臭がこうしてくるわけなんですけど、当然これに、はい、この極激辛ソースが入るわけなんで、で今回さらにこの、まあ、ピンクの、振りかけとなってますけど、これまあ光に透かせては見ると分かるんですけど、明らかにこれ一味唐辛子なんですね、これね。だから一味プラスっていうのはその唐辛子の一味をこう足すというものなんでしょうけども、まあ、このね、このピンクの、優しそうなこの加減には、絶対に騙されないようにしないといけないですね、これに。はい、ではですね、これをまず上にかけます。はい、これがですね、やっぱりこれが本当に毒劇物と言っていいくらいに、危険な物質なんで、直接匂いをあんまり嗅がないようにしないといけないんですけど、はい、これかけます。これまあ普通のペヤングだったらこ うっかりこう手についたそうペロって舐めちゃうんですけど、これうっかり舐めるとね大変なことになってしまうんで、これは拭き取ります。もう手がそれでもやばい状態ですけど、蓋を取りまして、ではこれをまず取り除きます。前のことかな、これこの時点でかなりこう刺激臭がしてきますから、まあ、去年も言ったと思うんですけど、まあ、メガネしてる分こう直にそれを目に受けることがないんで、いきなりこう涙がドアって出ることってはないんですけど、さあ、まあ、ここまでがいわゆる普通のって言ったら、まあ、極激辛の状態なんですけど、それに今年はこいつが加わります。はい、見ての通りこれ七味、一味ですね、一味唐辛子です。さあ、これをかけることによってどんなことになるのか、これをですね、一袋丸ごと振りかけますとこうなります。
非常に真っ赤っかですけれども、はい、これをちょっと全体に火を合わせまして、はい、こんな感じになりましたんで、まずは食べてみたいと思います。試食というわけで、ちょっとこの今車の中で食べてますけど、まあ、車の中はちょっとすでに暑いんで汗が出てますけど、この速乾というですね、早く汗が出るということでしょうから、どこまでこう汗がドッと出るのかね、ちょっと食べてみたいと思います。まあ一応ですね、氷水とヨーグルトが置いてあります。はい、どうしようもなくなったらこれを、飲みたいと思います。それでは参ります。辛いんですけど、ただ去年のファイナルに比べると、こうなんつうか辛みのパンチっていう、こう一撃のガーンっていう感じはちょっと弱いかなって感じはします。やっぱりあの七味がかかってるんで、それのやっぱ体が最初にグワッてきますけど、こうドカーンってくる感じではないですね。でね、超絶汗が吹き出してきました。ただこれやっぱソースがこう上がこう綺麗にかかってなくて、こう下にこう沈んでるんで、そのせいもあるかもしれないですけど、はい、すでにこうドッと汗が出てきましたけど、やっぱり速乾というのは、いや、分かります。はい、はい、というわけで食べ終わってからもう15分くらい経つわけですけど、まあ個人的な感想から言うと、
意外とこう食ってる時の辛みの強さはまああんまり強くなかったかなっていう感じがするんですよね。だから去年のファイナルと比べると全然この辛さのパンチっていうのはそんなになかった感じはしますね、はい、それよりもこう食べ終わってやっぱりこう口の中がどうしようもないですからやっぱこう冷やしたいと思ってまず氷水をガッと入れたんですけど、その瞬間からこうね、強い辛みが口の中にバーッとこう広がっちゃって、もうどうしようもなくなっちゃってもう、15分くらいも何も喋らなくなっちゃったんですけど、ただこのヨーグルトを飲んじゃうとさらにこのなんか口の中の辛みがこうさらにこう広がっちゃう感じがして、これは完全に逆効果ですね、ヨーグルトは。なんでこっちのやっぱり氷水の方が、口の中に優しい感じがします、はい、で、まあ、速乾というだけあってやっぱりこう汗がねもう食った瞬間からブワーッとこう吹き出してきて、まあその速乾というだけのことはありますね、やっぱりね、はい、多分過去一こう極意からシリーズでは過去一こう、汗が吹き出たんじゃないかなと思います、これは。はい、というわけでこちらの速乾極激辛一味プラスなんですけれども、まあ覚悟を決めて、食べてたほどはなんか辛くなかったかなっていう感じがするんですけど、単純に自分の胃がもうね麻痺してるのかなと。唐辛子の多分成分であるカプサイシンっていうのがあるんですけど、その作用でこうね汗がドバーって出たのかなっていう感じはするんですけど、まあ、今回はこの唐辛子がね結構多く入ってますから、はい、その作用かなと思うんですけど、まあ、一応自分は常人よりはまあ辛さの耐性がある方だとは思ってるんですけど、まあ、こちら極激から1味プラス、ちょっと興味のある方はまあ食べてみてはいかがでしょうか。まあ、自己責任でお願いします、はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。